辰野市城は奈良県奈良市東区城町に存在していた日本の城で短期間で築城した。また、大和最大の合戦である辰野市城の合戦の舞台となった城である。辰野市幼稚園の東側に位置する工作地、辰野市城は奈良駅より南西の 2.6km の旧辰野市小学校、 現在の辰野一王地園周辺にあった平地で、城郭についてはほとんど不明である。多母院日記や筒井明より、短期間で堀と兵が築かれたと思われている。現在辰野一王地園の周辺は宅地か工作地となっており、石碑もなく、城石をうかがい知れるものは、ほとんどない。辰野一城の遠隔も、 この辰野一条の合戦のみで、いつごろ廃城になったか、辰野一条の合戦のみ存在していたのか、詳しいことはわかっていない。筒井淳慶画像、東京大学資料編纂所所蔵、筒井淳慶は、筒井城の戦いで巨城を奪われ、復獣な笠田城に、在城していたが、十四城の奪回を計画していた。そんな中松永久秀軍に属していた十四縁勝ちが、 病死すると、十四条では、内向が生じ松永派と、筒井派に、木内が分裂した。その分裂を利用し、他の院日記によると、筒井軍と幸福寺、軍五百兵が、連合軍となって、永六十三年七月二十七日夜半より、攻撃を開始し、城内にいる、筒井派の手引きにより、十四条は巡慶が攻略することとなった。筒井軍は、 郡山城を向上させようと迫っていた、松永久秀軍を破ったほか、久保の商城を奪回し、椿尾野江城を築城した。この時期、久秀は大規模な反撃部隊を派遣していない。これは、織田信長に反抗した北近江の浅井長政の討伐軍に大半を投入していたからと考えられている。海の武田信玄が、 元気2年3月に信長の同盟者、徳川家康の両国三河に進行、同年4月には、アスケ城、野田城を落城させた。信長の要請に応じて、柔軟に兵力を出すことに不満を持っていた久秀では、前年の元気元年5月、武田信玄と本願寺保守権女が同盟を結ぶと、自らも信玄と同盟を結び、信長に謀反を起こす。 半信長であり、東大時代仏殿の戦い等で戦った三好さん、人衆とも、信玄の仲介では僕する。純慶が久秀の伊次郎多門山次郎を本格的に向上しようと、強力な拠点となるべく着目したのは、辰野市村で、現在の奈良市東九条町に位置している。筒井城から東北に6キロメートルの距離になる。ここに淳恵の命を受けた、井戸義弘が、 無い場を築き、同年7月3日に築いたとされている。また、同年8月2日に、辰野市2島より、妖怪座田の、とあるが、日本城郭体系によると、その後すぐに、辰野市城の合戦が始まることから、多門院日記の記述は、慌ただしすぎると記載している。辰野市場の城郭部分、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成信長に謀反を起こした久秀は、筒井軍討伐を開始した。同年8月4日、四季山城を出発した松永軍は、三好義嗣の援軍と多門山城を出発した息子の松永久道の軍と、大安寺で合流し、辰野一城での合戦が開始される。この時の戦いの様子が、 筒井松永の両前へ退陣し、互い二次の声三度号して弓出砲を追いかけたり、その声四方に今日渡しり、樹海に大へて、天地も振動、するかと隠えたりと記されている。戦いは、長時間にわたって続いたと思われている。大軍で押し寄せた松永軍は、兵を引き落とし、堀に橋をかけて、工場戦を仕掛けてきた。 当初松永軍は優勢であったが、高戸井城、椿尾上城、軍山城から潤慶への援軍が到着し、松永軍へ反撃していく。これに加え福住中猿城にいた、福住の武宏、山田潤希良死体が来園し始めると、松永軍は、崩れ始めてくる。松永軍の多くの武将をはじめし、休500の他に、手追い500を数え、鉄砲、槍、刀等を捨てて、 多門山城にたどり着き、大和でこれほど撃ち取られたのは初めてのことだと記載されている。一方、筒井軍も援軍に駆けつけた山田の力用をはじめ多くの武将が撃ち取られた。この戦いで敗れた久秀は筒井城を手放してしまい、純慶に脱回された。同年8月6日、純慶は信長のもとに松永軍の支給240を送っている。 また、翌8月7日、松永軍に属していた高田城を落とし40の首を上げた。その後、佐久間信森、明智光秀の仲介で、同年11月1日に久秀と淳慶は短期的な和睦をしたとされている。しかし本格的な和睦は、翌天正元年4月に、武田信玄が上洛中に病死、同年7月19日に巻東城の戦いで、 足利義明が追放され、8月20日の一条、国条の戦いで、朝倉義影が、8月28日の小谷城の戦いで、浅井長政が、11月の若江城の戦いで、名優でもあった、三好義継が攻め滅ぼされ、信長包囲網が崩れた。後で、久秀は信長に起伏を申しで、条件として12月26日に、多門山城を明け渡すことになる。 翌天正二年正月に、純慶も岐阜城に赴き、信長へ正式に従うことになる。辰野一幼稚園の北側、ありがとうございます。